とは1700。おはようございます。本日は2021年の4月の28日だったかな、水曜日ですね。ただいま時刻7時45分といったところでしょうか。ここはね、鴨の駅付近です。今日はね、雨が降っているということでね、歩いてきております。ちょっとね、最近ね、ドア1700っていうのあるじゃないですか。あれのチャンネルさんが出してるんですけどもね、あれ結構面白いですよね。ドア1700。ちょっと人が来たんでちょっと終わります。じゃあ車通ってるけど、こんな喋っても隠されるでしょう。ドア1700、ドア1700、ドア1700。まあ言いたいのはこんだけですね。ドア1700、ドア1700。これ結構面白いですよね。とね、なんか今日雨降ってるしね、ちょっとシャトルランがあるみたいなんですけども、ドア1700という言葉でやる気が出るでしょ、多分。ドア1700。まあどうせならね、いい結果出したいですよね。ドア1700の文字に、文字というか言葉にあやかって70くらいは行きたいですね。ちょっとこれフラグですかね。まあ70行けたら嬉しいんですけどね。まあそもそもまだシャトルランやる可能性は、可能性って聞いたんですけどね、男女別ですからね、どうなるんでしょうかね。まあ私としては早めにやって終われたいタイプですから、やれるといいなという感じですが。さて、鴨の駅付近に着いたんでこの辺にさせていただきます。ではまた放課後。こんにちは。ただいまの時刻16時36分です。まあね、ちょっとね、今日はね、あいにくの雨ということなんで、ちょっと残念ですよね。まあね、今日も水曜日ということだったんで、まあ、補習があったというわけですね。まあ補習結構むずいですね、本当に。まあただそれが痛いだけですね。さてと、明日ね、オープンキャンパスがあるんですよね。オープンキャンパス、名古屋観光専門学校だったかな。小牧線に乗って、初めての地下鉄、名古屋のね、地下鉄を乗っていきたいと思っております。本当にね、地下鉄ってあんま乗る機会ないですよね。ほとんど名鉄のフリー切符買ってバーっとどっか行っちゃったり、JR とかの方が近いですからね、あんまり地下鉄乗る機会ないんですよね。と、まあ名鉄と地下鉄の直通運転って結構便利でいいですよね。まあ初めてなんでね、まあそんなことを初心者目線からね、紹介していければなと思っております。では4月の29日また明日通っておきたいと思います。まあ投稿するのは多分5月の中旬か下旬あたりになるとは思うんですけどね。まあね、結構ね、3月とかに取りだめしちゃってるからさね、投稿のスペースがね、どんどん遅れちゃってるんですよね。結構こういう日常動画を撮ってるからね、これ結構楽しいですよ、本当に。いや、動画のネタが切れませんから。まあ本当にね、週1でどっか大抵愛知行ってますからね。私にまん延防止というわけのわかんないものは通用しませんね。ちょっとあんまりわけなこと言うとね、なんか部活やってるからさね、聞こえちゃうんですよね。さて、タイムは時刻16時40分になったところですね。これがね、56分だから、あと16分後に列車が出るんですね。だいたい5分も日本に出るとして、あと11分は喋れるのか。まあ、そんなに喋る予定はありませんが、まあとりあえず初心者目線からの、まあ、様子を皆さんにお伝えできればなと思っております。これで初心者の方も安心ですよね。私が本当の初心者ですから。本当に他社との直通運転の列車に乗ったことありませんよね。ちょっとこれはいかがっていう感じですよね。まあ、明日は大雨みたいですが、川沿い行っていきたいと思います。まあ、雨は雨ででもね、思い出になりますよね。本当は晴れの日に行ければなと思ってるんですけどね。さて、まあこんな感じでしょうか。まあちょっとこう宣伝みたいな感じになってしまいましたが、まあいいでしょう。今日の動画はここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、つまらんと思ったら低評価してください。チャンネル登録もしていただけると動画の方見と思います。明日の動画もお楽しみにしていただけると嬉しいです。 Thank you for watching. So if you like the place high rating, if you think it's boring, best low rating, please subscribe to the channel. Stay tuned for tomorrow's video. Goodbye.